まあもちろん最初の3年目とは、なんていうんですか、ある程度こう、成績も残して、チームでの立ち位置も変わってはきてるので、まあやらなきゃいけないことは、もちろん最初の、まあ3年目ぐらいよりかはこう、増えてるかなとは思います。まあ時期は早まりますけど、特別に何か変えたことっていうのはないので、まあそこの調整に関してはむしろやってきたこととか、 例年の積み重ねというかね、そういう蓄積が、まあ経験みたいなものがあ大事になってくるので、あ毎年毎年同じように入っていくというのはまあ逆にベストな選択になってくるので、まあ多少時期は早まりますけど、そこは変えずにやっていきたいなと思ってます。うん、まあ自分のまずは、あの、2022年、2021年、 まあ、いいシーズンだったって言われるその年の、まあ、数字というかスタッツというかねそういうものをまあ超えた時に、まあ、また新しいこう世界が見えてくるかなと思うので、まあ、まずは過去の自分のそういうところを超えてみたいなっていうのが一番かなと思いますまあ僕はずっと野球しかできてないので、まあ、打つのも投げるのもね僕にとってはもうまあ一個のことというか。 ああまあ、ワンセットみたいなところはあるので、自分の中ではあまり特別なことではないですけど、あまあもちろんその、分業制の中で言えば、まあ特別なことはやってるので、まあさっきも言いましたけど、まあ自分の残した数字というかね、やっぱり自分の残した数字しか逆に言えばこの目標があまりないので、あまあそこを超えてみたいなっていう、 興味というかね、そういうのが一番強いかなとは今は思ってます。最初から今みたいな感じは正直こう、まあ、思い描けてはなかったですかね。まあ、もちろんその、日本の中ではね、やらせてくれる球団っていうのもあったので、まあ目標にしやすかったですけど、果たしてこう、最終的にメジャーリーグっていうところに挑戦したときに、あ、まずはそういう器というか、 やらせてくれる環境がまずあるのかどうなのかっていうことすらこう分からないので結果的にはもちろんありましたけどなので最初からまあ今みたいなねこういう感じを想像できては正直なかったですかねまあ今が一番いい時期だと選手としてね思うのでまあそこを楽しまない手はないかなっていうのがまあ今の率直なところかなと思うのでまあその先ではまたその時に 考えたいなっていう,思ってますうんまあ僕にもとってはもう野球しかないのでうんまあずっとちっちゃい頃からやってきて、えー、まあここまで続けてられてることでももはやラッキーですけどまあさらにねあの長くまあもっともっと楽しくなる時がさらに楽しくなる時はくると思ってるのでまあそこまで頑張りたいなと思ってますし、まあ、必ず辞める時ももちろん来ますけど。 おまあ、まずはね、今やれることを頑張りたいなと思ってます。目標え。まあでもやることは変わらないので、本当にその、なんていうんですかね、自分がやるべきことのクオリティをもう高めていくっていうところでしかないので、まあ、いっぱいいっぱいもう試合にも出てますし、えー、まあ、これ以上増やせるところが正直ないかなっていうくらいこう出てはいるので、 まあその後の一試合一試合のクオリティをまあよりいいものにしていくっていうところかなと思います。